翼役中村ゆりさんです。長谷川平蔵の妻、司祭役千堂信子さんです。日程相模の彦十役日野翔平さんです。同心沢田小平次役久保田裕樹さんです。同心木村中吾役浅利陽介さんです。筆頭与力佐島忠介役本宮康和さんです。同心酒井雄介役山田純大さんです。同心小野十三役江本時雄さんです。そして火付盗賊改め方長官長谷川平蔵役松本幸四郎さんです。鳥越反射庁レギュラー出演者の皆様です。改めて丁寧な拍手をお送りくださいませ。では出演者を代表して松本幸四郎さんからご挨拶をお願いいたします。今日はお暑い中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。松本幸四郎でございます。この度鬼平犯科帳が、来年放映そして配信されることになりまして絶賛今撮影中でございます。皆さんご存知のまたご存知ない方も、これが時代劇の傑作です。傑作を最強のメンバーで作っている最中でございます。ぜひ今日はお手柔らかによろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。皆様ご参加ください。さてここからは再び宮川エグゼクティブプロデューサーにもご登場いただき質疑応答を交えながら出演者の皆様にいろいろと伺っていきたいと思います。宮川さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは、早速質疑応答を始めさせていただきますが質問のある方は挙手をしていただけましたらスタッフがマイクをお持ちいたします。媒体名とお名前を頂戴した上でご質問をお願いいたします。なおご質問内容は作品に関する質問のみとさせていただきます。何卒ご了承ください。では宮川さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは挙手の方をお願いいたします。あ、じゃあ2列目の、山田の原沢誠と申します。松本幸四郎さんにお伺いします。まあ、この作品は同心の方々もそうですし日程の方もそうですし、まあ、役宅の実際様もそうですけどレギュラー陣が非常に多い、作品だと思うんです。ですから、なんか聞きを読んだところによると事前合宿も行ってチーム作りをしたということを聞いているんですが
その方たちと実際にこうやって芝居をしてみて、まあ、そのプロセスを経てやって今どんな感じを持ってますか。はい、そうですね、最初に発表させていただいた以来もう2年ですか、2年以上ですか、経ちまして、まあ、その中ではやはり、まあ、とにかく動詞といいますか、火付け遠づか改めというのはいわゆる、まあ、なんて言いますか、まあ、例えられるものではないかもしれませんけれども、その警察ではないといいますか、それ以上の凶悪犯罪を取り扱う専門グループということですので、まあ、それだけ相当な、なんて言いますか、力を持った、そういう集団というのが火付け遠づかという、その中でそれぞれのキャラクターがあるということですので、そのまあ厚さといいますか、剣の強さ、重さというものは、かなり必要な、役職だとは思いまして、まあ、その中では盾の稽古なりということで、もう本当にすごい人たちばかり集まって、まあ、実際撮影に入ってその厚さを維持しつつ、さらにそれをさらにさらに厚く厚くなっているという感じです。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。ありがとうございます。合宿には今回全員ではなかなか参加できなかったんですけど、日野さん合宿に参加していただきまして、合宿の時の印象をちょっとお聞かせいただけたらと思うんですが。いや、どれが合宿か俺には分からないだけ。合宿行った俺みんなでご飯食べたり。あ、それあれも合宿というんですか。あそこで、はい、ああいう合宿はいつもやっていただきたいなと思いますすみません、ありがとうございます。浅利さんにも合宿参加していただいて。そうですね、はい、はい、来ましたね。この隣のスタジオでみんなで何もないこういう土の、まあ、ほぼ同じなんですけどところで縦稽古とかやって、1時間ぐらいしてすぐご飯食べ行きましたねその前ちゃんとリハーサルとか、あ、いやいや、そうですね、縦の稽古はね、はい、こうもうギュッとした時間でっていうことで。そうですね、小島、ね、はい、さん馬はのやりました。やりましたね。それこそ2年ぐらいですか、かかりで舞台の休演日が結構あることに多分もなりましたので、その休演日にはこっち来て馬の稽古はしたりしました。はい、はい、合宿はとてもいい会食会だったということで、久保さんも来てた。久保さんもいらっしゃいましたね、合宿に。あ、はい、濃密な時間でした。ありがとうございますじゃあ次の質問に参りたいと思います。どうぞ挙手をお願いします。おじゃあ2列目 の女性の方。時代劇研究家と名乗らせていただいております荻野と申します。よろしくお願いします。染五郎さんにお聞きしたいんですけれども、まあ、今回ですね、長谷川平蔵が、まあ、宝刀ぐらいの生活を送っていた、まあ、本所の鉄と呼ばれていた頃の青春時代をね演じられるということで、私たちも大変楽しみにしているんですけれども、まあ、お芝居されるにあたって、まあ、立ってとか立ち回りとか、まあ言葉もだいぶね、こうなんか本当鉄らしい言葉だと思うんですけれども、そういうお稽古なんかはどのようにこうされたのかなというのをちょっと伺いたいんですけど。そうですね、建物稽古はさせていただいて、まあどこまでちょっと言っていいかわかんないんですけど、鉄三郎は刀ではなく振り棒、コン棒みたいな、木の棒で、はい、出てますね、こちらのプレス、はい、あ、それです、それで持ってますけど、はい、それで盾をやるので刀と違って切る動作がないので、やっぱり全部こう殴っていく盾だったので、まあ、前にも以前別の作品で、盾をやらせていただいたこともあったんですけど、その時は刀だったので、また勝手が違って難しかったですし、まあ、実際撮影の時はリアルの重さよりも軽いものでやってたんですけど、なので逆にこう実際のその重さをこう自分の盾で見せなきゃいけないっていうところがすごく難しかったですね。
面白いなと感じられたところとかありますか、こういうお役で。そうですね、まあ本所のテストと言われて、もしの鬼の平蔵って言われるような、まあ人情深いところもありながら、やっぱりテスタブル時代はやっぱりやんちゃしてた人なので、なんかそういう役柄は自分自身が今までやったことがなかったので、とても難しかったんですけど、まあ、自分の中ではすごく新境地の役に挑戦させていただけたなっていうのは嬉しかったですね、はい、ありがとうございます。それでは次に挙手をお願いできればと思います。じゃあ1列目の、はい、産経新聞の石井と申します。よろしくお願いします。小城さんにお伺いしますけども、その先達がやられてきた鬼兵という役、今幸四郎さんが自分で、やる鬼兵というのはですね、ここは違うようにしよう、こうしてやろうみたいなものがあれば教えていただきたいと思います。ちょっと、宮川さんにちょっと確認だけなんですけれども、はい、先ほどの説明でシーズン2を来年撮影し、1時間作品2本ということですけども、それは再来年放送し、さらにそのシーズン3、4みたいな構想もあるのかどうかというところをちょっと確認させてください。わかりました。じゃあまずは小城さんからお願いします。はい、そうですね、祖父が初めてこの鬼兵三課長の映像、として、登場いたしまして、でそれ以来、金之助の勇の丹波さん、そして叔父と鬼の平蔵、長谷川平蔵を演じてきました。私は叔父の鬼兵で出演させていただいたことがありますけれども、まあ自分自身はリアルタイムには叔父の鬼兵を見てましたので、それはもうただただかっこいい面白い、そういう鬼兵課長というものを見ていた一人ではありましたし、で、まあこのお話をいただいた時には何て言いますか、こう迷いとか、いうよりも何か素直にその受け入れたと言いますかね、もうやらせていただきますというふうに自分で素直に言えたっていう自分がいたっていうことに今思うと不思議なぐらいな感じです。そんなに決断が即決できるような性格ではないんですけれども、その時はそういう迷いがなかった、という思いで、この撮影に入ってるっていう感じでしょうかね。で祖父おじいをもうやっております。そして発表するときには5代目長谷川平蔵として発表していただきまして、そういうことになりました。ですのでもう十分に、比べていただきたいですし、自分自身もそれを改めて、まあ見ることしか、残っている映像を見ることができませんから、それを踏まえて、もう正当にその今までの鬼兵、また小説の鬼兵、そしてそれをご覧になっていた方々の鬼兵のイメージ、そして新しく鬼兵をする、鬼兵ハンカチを知る方々へ、もう真正面からぶつかっていくっていうつもりで、そういう気持ちで、この作品は取り掛かっております。で作品としても本当に第一作目ということになりますけれども、いけないでしょうか、ということもあり、まあ、最初にもう最初先ほどもお話ししました通り、スケート塚改めまた鬼の平蔵と言われるようになったということは、もうまあ先頭を切ってたんでしょうね、どこに入りに行くにも、それぐらいこうアグレッシブというか、強烈なこことなったら、その時のもう、まあ、怒りと言いますか、することと言いますか、その決断と言いますか、行動と言いますか、それが強い、それこそ鬼のようなことだと思うので、その強さと言いますか、だから鬼の平蔵って言われるようになったと感じていただけるような平蔵を演じるのが、自分のテーマです。はい、あと私からですけど、今のところ制作はシーズン2までが決定しておりまして、もちろんこういった素晴らしいキャストの皆様にレギュラーで出演ご出演いただくということが、
決まっておりますので、シーズン3、シーズン4と続けていきたいなというふうに思っております。その方針は再来年、まだあのオンエア時とはまだちょっとその辺は詰めてない状況ですね。はい、ありがとうございます。はい、よろしいですか。はい、では続いて、はい、じゃあ後ろの女性の方。朝日ファミリーデジタルの太田と申します。お世話様です。劇場映画の決闘っていうのは見て志願する中森ゆりさんがいらっしゃって、でそれを一旦は断るかというストーリーが書いてございます。こちらの中村さんのその鬼平の中で見てってとても大事なものだと思うんですけれども、日野さんもそうですけれども、日程と鬼兵の関係についてどのようにこう描いていくっていう、今回特に考えていることとかあったりするでしょうか。はい、それはまず中村さんと日野さんでよろしいですか。はい、じゃあ中村さんからお願いできますか。はい、今回はマッサーっていう役を演じるにあたって、まあ自分が幼少期見ていた鬼平ハンカチを思い返したりしたんですけども、やっぱり自分が解釈していたものよりももっと深い関係性があるんだなっていうのを今回すごい感じましたし、やっぱり今の時代よりももっともっと身分の違いっていうものがすごくあった時代に、まあ私の親っていうのは裏の社会でしか生きれないっていうところに生まれ落ちて、そんな時にやっぱりこの鬼平さんに出会って初めてなんていうか自分の身分の違う方に対等に扱っていただいて、しかもすごく大切なことをたくさん教えていただいたっていうことって、やっぱりおまさんにとってのすごく強烈な出会いと人生を変えてくれるような出会いだったと思うので、やっぱり当時 の, その女性の立場だったりしても、何よりもこの人に使いたいというか、この人のためだったら自分の命さえ捨てれるぐらいのお慕い申し上げてた方だと思うんですね。だからその辺のところを何よりも大事にしようと思っていましたし、実際幸四郎さんも私にお菓子くれたりとかお茶をくれたりとかいろいろお世話してくださっているので、はい、そういう意味でも役に役立っております。ありがとうございます。井戸さんお願いいたします。はい、そうですね、日野という役が結構いやいや間違えた、じゃ密定でしょ、密定だっけすいません、あの小野と日野間違えましたすいません今小野と日野間違えて僕が喋っちゃいました、すいません。今ちょっと日野さん、日野さんすいません、代わりに時雄さんが喋っていただいているのだと一生思ってしまったんですけど、では密定ということで、この本は言う通りです皆さん、よろしくお願いいたします。先輩、すみません、申し訳ないので間違えました俺も結構前にこの最初に撮ってる監督と随分仲が良かったもんで、随分前にこんなやるからお前出ろって言われて、うんと思って、でちなみに池波正太郎さんが日野翔平という名前を昔つけてくれたんで、おやっとおそういうものが縁が来たかと思って、で現場でどういう人かな幸四郎さんって思ってきたら、まあいつもニコニコ笑ってるし優しいしおちゃめだし、なんとかこのおっちゃんかっこよくしなきゃいけないなと思って、とにかく映像が好きで好きでたまらないというふうに見せたいと思ってやってる以上です。ありがとうございます。そして小野十三役のはいはい、すいません、本当すいません、実は私が代わりに小野の役実は小野十三の役は吉右衛門さんの鬼平犯科帳ではお父様が小野十三演じられていて、はいはい、そして今度は時雄さんが演じられるという、なんかそこでのなんかこの小野十三という役に対してのそうですね、まあ台本もらってそれでまあ笑っちゃいました、はいあそうかと思って、はい、もうこの状況で喋るっていうのもきついな
本当にすみません、頑張れ頑張れ、はい、そうですね、まあうちの父がやってたんで、まあ恥かかないように一生懸命頑張りたいと思っております、はい、ありがとうございます。それでは記者の方で質問がございましたら、じゃあ真ん中の、はい、はい、よろしくお願いします。ウェブマガジン着物とのライター椿屋と申します。時代劇というものをお作りになる際に、やはりお衣装っていうのがその世界観を構築されたり、説得力を与えるのにとても大事な役割を担っているかと思います。で、当時はもちろん身分によっても着られるものも変わっていたかと思いますので、まあ、そういった意味でその和装になれ不慣れは皆様終わりかと思いますけれども、何かお着物でその演技をされる際にお心を砕いておられることがありましたら、皆様順にお願いできれば幸いです。ではまずお着物といえば久井さんにぜひ。はい今回久井さんはこういうお引きずりのお着物を毎回着させていただいてるんですけども、私自身実は初めてでして、最初に撮影入る前に着物の何ですかね、所作というと少し教えていただきました。で、今回こちらにこう登場するのもやっぱり一つ一つ細かい所作がありまして、手の向きやら全てがちょっと背筋が伸びるような気持ちで、はい、日々勉強させていただいています。ありがとうございます。中村さんはいかがでしょうか。はい、今回幸四郎さんはもう普段から本当に着慣れていらっしゃる方なので、私もまずいぞと思って去年からちょっと日本舞踊の方に通って、まあ、せめて少しでも着物に着慣れておこうと思ってそういう準備はしました。ありがとうございます。乙宮さんはいつもブラックスーツなイメージが強いですが今回お着物ということでいかがでしょうか。僕はお頭ではなくいつも頭と呼ばれてやってることが多いんですけど、そうですね、同心の中にもちょっとした階級がありまして、これ映像の方で座り位置だったり立ち位置だったり動きの方でも違いがあるので、その辺もご覧になっていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では他にご質問があれば、じゃあ後ろの方の黒いのがありますか。はい、すいません。はい、読売新聞の吉田と申します。よろしくお願いいたします。松本幸四郎さんと住本さんにそれぞれお伺いしたいんですけれども、発表から2年ほど経ったと言いますが、撮影に、改めて入られて先代の方々が演じられた鬼平という役になると思います。よろしくお願いいたします。そうですね、もう本当にこのレギュラー陣ですので、こんな幸せなことないという刺激と、そういう毎日です。やはりその思い上げ描いてたものであったり、なんかこう頑張らないとっていうか、そういう不安だったりプレッシャーだったりっていうのがもう良いどんどん始まりましたんで、それはもうこう忘れてと言いますか、その日その日自分ができるの全部をやると毎日毎日やるということで、もうその一瞬で終わってしまいますので、そのシーンというかそれを大事にしようと思っていますが、まあ、本当に、その中にいる人間ですけども、やっぱり本当に素敵だよねっていうことをやっぱりどうしても、ちょっとスタッフの方に漏らしてしまったっていう、まあ、そんな中での撮影です。まあ、だからこそ自分はもっとその真ん中に立ってなきゃいけないっていうことを、まあ、プレッシャーをかけてという感じですけども、それはそういう本当に決して今までのもの、新しいという言葉ありますけど、今までのものを別に、じゃあ今までがこうだったからこう変えてみようということでもなく、全く今までのものは知らないということでもなく、もういいものをいいという、いいものを作ろうということで、今のこのメンバーで作ろうということに、走っていっている気がしますので、それをもっともっと
熱く熱くなれるように、自分も読みたいなというふうに思ってます。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、自分自身も鬼兵というとやっぱり吉右衛門の絵様のイメージが強くて、今回決闘と、本庄桜屋敷に出させていただくにあたって吉右衛門の絵様の、その2作品も拝見したんですけれども、もちろん全く同じシーンではないんですけど、まあ、ほぼ同じこうシチュエーションの場面がありまして、まあ、前のその吉右衛門のおじ様の時は、おじ様が鉄三郎時代も演じられてたんですけれども、なんかそのまあそういうシーンがあるといってもそんなに長くはないので、やっぱりその短いシーンの中から、短い鉄三郎のシーンの中から、鉄三郎全体のこう人物を自分なりに膨らませて、そこをこう自分の中で、なんか鉄三郎の人物像をこうやりながら考えた時に毎回思い出すようにして、演じたりということもしてたり、まあ、あとやっぱり父がこの平蔵の格好で現場に、いると、なんかこうもちろん実際は父なんですけれども、役としては同一人物なので、なんかその自分の役の未来の姿が目の前にいるっていうのがすごく不思議な感覚がして、なんかタイムスリップしたような気分になって、もちろん同じシーンはないんですけれども、撮影の日がかぶったりしているとすごく不思議な気持ちになりますね。撮影の期間でいかがだったかなということをちょっとお聞きしたいんですけれども、どうしましょう。まず柱の印象と。そうですね、はい、小塩さん扮する長谷川平蔵の印象なんですが、やっぱりかっこいいです。本当にかっこいい。どうしよう、皆さん率先して出てくるから元宮さんからお願いします。そうですね、僕も鬼平犯科帳のファンで、吉右衛門さんのものをよく見ていたんですけど、先日捕り物のシーンがありまして、幸四郎さんが火付盗賊改の衣装を着て現場に来られた時はもう僕震えましたね。本当にもうそれこそ仕上がりの映像というのは見てないんですけど、現場にいて本当にしびれたといいますか、ちょっとグッとくるものがありました。ちょっとなんか役者の気持ちを忘れてしまい、一不安で高城さんを見てました。やっぱり良かったです。山田純太さんいかがでしょう。はい、この前シーンで名乗られるところがあったんですけれど、そういう、火付盗賊改方長谷川平蔵っていうのはそのセリフ、ね、この前おっしゃいましたね。その時にやっぱり、モニターを見てて、実際行ってらっしゃる姿を見て、なんかこうビビッと、来ました。ゾクッと来ました。やはりもう長谷川平蔵という人物にもなられてるなっていう、気がしました。それからまあ本当に、すごくシャープでキリッとされてるんですけれども、その中ですごいお茶目さもあって、まあ、シーン以外ではものすごくその人としてのなんかすごいお茶目さ、可愛さ、可愛らしさみたいなのもすごくあって、すごくチャーミングな、チャーミングな方だと思います。ありがとうございます。かっこいいです、はい、かっこいいです。浅利さんいかがでしょう。はい、そう、はい、そうですね、割とお茶目な僕はイメージがスッとこうしていらっしゃるんですけど、頭の中はずっと何かこう面白いことを探してるんじゃないかなっていう思うような、瞬間が多々ありまして、そうですね、楽屋にいろいろ楽屋じゃない衣装部屋にいろいろ写真が貼ってあったりして、子供の時の写真が、なんかそういうのを見たりするとなんかすごく勝手に親近感を覚えたりとか、
そうですね。確かに火付け盗賊改め長谷川平蔵であるっていうあそこのセリフの時は本当に僕も普通にかっこいいなと思いました。いいなって答えづらそうな質問。いやなんかあんまりね、お茶目エピソードはどこまで言っていいのか分かんないんで今やめとこうと思って小出しにします。江本さんいかがでしょうか。はい、そうですね、僕は火付け盗賊 の, セリフのところは正直ちょっと隠し撮りしてお宝にしたんです。写真を撮って実はどのようなんか吉右衛門さんのも見させていただいたりとかしてどのような声が出るんだろうとかすごく楽しみにして、やはり声を聞いた瞬間にゾワッとしてなんかこの座組に参加できてよかったなというのを本当に改めて実感した瞬間でした。はい、はい、ありがとうございます。小田さんいかがでしょう。はい、何度でももちろんなんですけども、盾で対峙させていただいた時あったんですけど、その強さだけじゃなくこうなんかこれは多分普段の交渉作法かもしれませんけど包み込むような包容力を感じる一方、普段の小城さんはとてもお茶目で、かき氷の差し入れいただいたときに、あ、かき氷あるんですねなんて小城さんに話したら、僕に一切かき氷を見せてくれなかった。で、そんな姿もかっこよかったです。ありがとうございます。所作の部分でちょっといろいろ迷うことがあるんですけど、結構すごいスッスッって、まあ、当たり前なんですけどね、やられ座ったりとか立ったりとか刀の扱い方だったりとか結構参考にしてます。そういう意味でいつも助かってます。かっこいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。では大橋さんからご質問お願いします。高志子さん、実は僕時代劇この鬼平の大ファンでですね、僕から質問をさせていただきます。鬼平にとっての被災とはとても大事な存在なんですが、一緒に演じられていかがでしたか。はい、もう本当に英語取り素敵な先生さん、まあ、本当に鬼平の課長は男祭りと言っていいぐらい男ばかり出てくる作品ですので、その中でも特にその財そして山本さんというそういった大きいことで、久江さんという久江という役自体もこうまあちょっと平蔵のまあほっとする一瞬であったりするんでしょうかね、そういう場面として出てくることが多かったり、またそこで、迷いを感じてうっと手を差し伸べてくれるっていうことであったり、そういう静かなシーンですけれどとても大事なシーンという、ことでもあったりするので、まあ、その中で本当に船頭さんがこう現場に来られるとかそのシーンがあるっていうことで本当に、救われてます。本当に素敵です。かっこいいです。船頭さん、素敵です。船頭さんから見ての長谷川平蔵はいかがでしょうか。はい、本当に小翔さんがすごく私はいつもこう緊張してやはり現場に臨むんですけれども、本当にさりげなく緊張をほぐしてくださるんですね。そして本当に鬼平という役柄と同じようなこう人に対してこうとてもフラットな感じでこう接する姿はすごく通じるなというふうに思いました。とても気遣いの方だなというふうに感謝しております。ありがとうございました。かっこいいです。お伺いできました。ありがとうございます。中村ゆりさんから見た長谷川平蔵、松本幸四郎さんはいかがでしょう。そうですね、なんか全然なんていうか威圧感のない先輩というか、本当に近所のお兄ちゃんみたいに親しく接してくださるので、なんか私もどんどんズーズーしくなっちゃう感じで、でも本当なんかそれが幸四郎さんのなんだろう、本当はすごく心遣ってくださっていることなんだなというのは本当に感謝していますし、めちゃくちゃかっこいいです。ありがとうございます。記者の方でまだ質問を、じゃあ真ん中のでは、この質問で最後ということにさせていただきたいと思います。では真ん中の白い方、はい、よろしくお願いいたします。共同通信の橋本と申します。染五郎さんに伺いたいんですけれども、最近だともうテレビの時代劇というのはなかなか流れない時代だと思うんですけど、その中で染五郎さんがもし
映像の時代劇でグッときたものがこれまであったら教えていただきたいのと、あと今撮影に入られて若い人も時代劇見るべきだ、映像の時代劇見るべきだって思われるなんか魅力っていうのを感じているところがあったら教えていただけますか。そうですね、まあ、作品でいうと、まあ、それこそ、まあ、さっきもお話ししたんですけど、その今回やらせていただくにあたって決闘と本庄桜屋敷を拝見したんですけど、鬼兵をその今までちっちゃい頃はあまり正直触れてこなかったんですけど、ちゃんと初めて、拝見して、鬼兵ってこんなに面白いんだっていうことを思いましたし、まあ、もっと大きく時代劇ってこんなに面白いんだっていうのを感じましたね。なので、まあ、父も以前どっかで父が言ってたんですけれども、舞台劇はファンタジーとしても見れるジャンルだと思うので、なんか若い方にも、なんていうんですかね、なんか学校の歴史の学校で習うような歴史とこうなんか混ざっちゃうと固く思うかもしれないですけど、本当にファンタジー作品とか SF 作品を見るような感覚と同じ感覚で見ていただけたら楽しめるんじゃないかなとは思いますね。はい、ありがとうございます。残念ながらそろそろお時間となりますので、以上で質疑応答は終了とさせていただきます。皆様どうもありがとうございました。では皆様、出演者の皆様どうぞご起立ください。最後に出演者を代表して幸四郎さんから鬼平ファンの皆さん、そして時代劇ファンの皆様へ一言コメントを頂戴したいと思います。お忙しい中ありがとうございました。鬼平ファン課長、絶賛撮影をいたしております。この鬼平課長はいわゆる取り物長です。いい悪い人が悪いことやっていい人が捕まえるという、言ってみればそういうことですけど、そこをそういう、なんて言いますか、根幹の筋はありますけれども、ドラマとしては、非常に人のすごく描かれた、人がどう生きているか、そういう生き様を描かれた作品ではないかと思います。そこには人と人のつながり、絆であったり、思いやりであったり、また情であったり、そこに、まあ、恋愛というものがあったりするかもしれません。そういう人を人間ドラマが描かれた作品だと思います。それをぜひ見ていただきたいし、今その頃も言いましたけれども、ファンタジー、これはいわゆる江戸時代、長谷川平蔵は実在の人物です。火付け盗賊改め方という部署も実際にありました。江戸という時代ももちろんありました。ただ今は江戸生まれ江戸育ちの人はさすがに長寿となっても、存在しません。であるならば、これはやはりフィクションの世界ですので、時代劇、また舞台もそうです、歌舞伎もそうです、全部、フィクションの世界です。であるならば、みんなでもう説得力のある江戸を作ってしまおうという思いもあります。それこそ時代劇でないとできない、また着物といういわゆる、なんて言いますか、コスプレと言っていいんでしょうか、そういう視覚的にも楽しめる、まあ、日本の時代劇ですので四季折々を楽しむことができる、全て日本ってこんな豊かで面白いじゃないかって思うのがこの時代劇の魅力だと思いますので、この鬼平犯科帳の誕生を通して、また新たな時代劇が盛り上がっていければ、またそのお役に立てればっていう思いも根底にあって、これにも取り組んでおります。まずはそれよりも、まずはその子の鬼平犯科帳をぜひ一人でも多くの方に見ていただけるように、皆様のご協力をお願いいたします。僕もそうですけど、みんなかっこいい人ばっかりです。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。それではこの後はフォトセッションのお時間とさせていただきます。準備が整うまでの間、出演者の皆様には一旦ご講談いただきます。